7月9日土曜日夜6時半に動画を公開したぞ。気分不愉快ベジータサイヤの今日も PON。 ベジータサイヤだ。今日はなドラゴンボールシリーズ SH フィギュアーツ結果と予想の動画、アツサとの戦い、ライブ動画。予想動画はな、清く正しく美しく。前回108番目はスーパーサイヤ人2孫悟空と予想だが、この表を見てほしい。6月の下旬頃にガンマラが正式決定した2023年1月にプレイ版で予約を始めた。12月はもう何も発売がない月だと思っていた。だが7月上旬になんと秋枠の12月にポルンガとデンデのセットが後から入ってきた。ポルンガが12月に入ってきたことによりガンマラを発売順としてはプッシュされて、ガンマ2号が108番目となる。俺様が予想したスーパーサイヤ人2のカカロットは12月または1月で一般販売の可能性は残されているのではないかと思うが、それがなんと海外2022 SDCC のイベントとして発売が決定した。海外イベントで発売ということはすなわち日本でのレギュラーアイテムとしての発売はほぼないということだ。よって外れだ。俺様のカカロット、なぜ海外だけ日本には普通に発売しないんだ。腹が立つぜ。バンタンスピーチなよ。普通に販売しようよ。スーパーサイヤ人2カカロットが海外の販売だけ日本で販売されないことに腹立って八つ当たりしてしまったんだ。清く正しく美しくっていうのがテーマだったな。申し訳ない。今回予想に行くと、ついに111番目となる111番目の予想はこれだ。今回も俺様だ。前々回も俺様で出したが、それはGT のスーパーサイヤ人4の俺様だった。ベジータ違いだった。今回はゾロ目ということで、ただ単純に深く考えずに選んでみた。両ポン。それにしてもまさかポルンガが出るとは思わなかったぜ。サイズが約280ミリととってつもなく大きいぞ。これが2022年の年末に届くということは正月は目の前だな。つまりポルンガが初日の出の代わりになるということだな。さあ願いを言え。どんな願いも話だけは聞いてやろう。頼りなさそうなポルンガだな。俺を不老不死にしてくれ。かなり安いね。今回はここで切り上げるぞ。じゃん。今日は DD シリーズ SH フィギュアーズ108番目の結果と111番目の予想の動画だった。進行役はベジータサイヤだ。